人間に助けてもらった野生動物は、その恩と愛情を忘れないようです。野良犬や野良猫はもちろんですが、今回お伝えするのは、怪我を負っているところを保護されたリスの話です。2009年の10月のことです。アメリカ、サウスカロライナ州、グリーンビルに暮らすブラントリー・ハリソンさんと家族は、フクロウに襲われて怪我をした生後4週間くらいの小さな赤ちゃんリスを保護しました。動物好きなブラントリーさん家族は、偶然にも野生のリスの扱いに慣れていました。すでに3匹のリスの子供を保護していたのです。ベラと名付けられた4匹目の赤ちゃんリスを、怪我が治るまで世話することにしました。保護されたベラは、傷の手当てを受け、適切な食事を与えられ、どんどん回復していきました。5ヶ月もすると、野生に戻る準備が整ったのです。ブラントリーさんは、保護していたリス4匹全員を、野生に返すつもりでした。そのため、彼らをペットのようには扱わず、ベラのことも特別扱いはしていませんでした。そして、2010年の春を迎えた時です。家族は元気になった4匹を野生に返しました。もう二度と会うことはないでしょう。どうか強く生きていけますようにと、彼らの幸せを願いながらお別れしました。ところが、わずか数日後の朝、玄関に見覚えのあるリスが現れたのです。なんと、それはベラでした。他のリスたちは二度と戻ってくることはありませんでしたが、ベラだけは違っていたようです。優しくしてくれた人間の家族と離れたくなかったようで、近くに巣を作って、たびたび顔を出すようになったのです。ベラはいつも玄関の前で待っています。人間は誰かの家を訪ねるときは、玄関で待つということを心得ているようです。それでも気がついてもらえないときには、台所の窓に飛び乗って、遊びに来たことを知らせるときもあるそうです。気がついてもらえると、とても嬉しそうにするベラ。ベラはこの家を訪れるたびに、家族とスキンシップを交わしています。その習慣は、今も変わらないのです。人間とリスという種の違いを超えて、ベラはこの家族を、真の家族だと思っているのです。ブラントリーさんの夫も、ベラが現れると、くるみが入ったボールを抱えて、大急ぎで会いに行きます。そして、彼女と楽しいひとときを過ごすのです。もちろん、犬とも仲良しです。長い付き合いの間に、ベラは母親となりました。家族は一度、その出産にも立ち会っているのです。それは家を出てから数年後のことでした。ある日、足を引きずりながらベラがやってきました。お腹の中に赤ちゃんを身ごもっていたのです。その怪我は、治療やリハビリが必要なほどひどかったため、ベラは家族に再びお世話になって怪我を治し、3匹の可愛い赤ちゃんを出産しました。出産を終えて、数ヶ月間滞在したベラは、小さな子供たちを連れて、再び巣に戻っていきました。怪我をして保護されてから、何年経っても、助けてくれた人間の家族のことを忘れないベラ。現在も、ベラと家族は交流を続けているそうです。住むところは変わっても、ベラは家族の一員のようですね。野生の動物は、本当に苦しい時に助けてくれた恩を決して忘れないのかもしれません。ベラのように再び人間のもとにやってくるのは珍しいことなのかもしれませんが、人間の温かい愛情に感謝していることでしょう。ベラとブラントリーさん家族との素敵な絆をこれからも深めていってほしいですね。最後までご視聴いただきありがとうございました。